みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すからあと206日となりました。みなみです。マイアミではありません。連日早起きに失敗しております。早起きっていうか、なんかなんだろうね、こう、そうだ、ピアスをどっかやそう、1キロ太ったんだよね。太ったのと、まあ生理前ということもあり、むくんでっちゃむくんでんですよ、すんごい。で、ただやっぱ体重増えるとね、暮らしづらいんだよね、すんごい体が重くて重くて嫌なので、まあ、私はあんまりすごいダイエットとか、ダイエットっていうか、なんか本当あんまりこれ以上出しちゃいけないんですけど、本当は、まあ、ここ2日間ぐらいはちょっと適当にしようと思って、食べるのってね、楽しいけどしんどいよね、やっぱりね。消化するのが辛いんですよ、これね。誰に通じるんだろうって思うの、この話。いつもたまちゃんはね、分かってくれる、多分私のところに通ってくれてる玉美先生は多分この話すごいよく分かってくださるんですけど、今日も可愛い、もうずっと可愛い、ララファミアはずっと可愛い。そうなんですよ。なんだっけ、なんでそんな感じで暮らそうと思いますけれども、着いたかな。なんかいよいよ梅雨入り、でもさ、梅雨入りだって思うんだけど、あれよね、やっぱりこう亜熱帯地方の梅雨って感じだよね。梅雨っていうか、なんか雨季みたいになってきたねっていうのをすごい感じます。苦しいな。もう多分日本もそろそろ雨季と寒季みたいな国になるだろうなと思っております。あれ、ちょっと緩めたいだけなんだけど、うわ、この辺かな。はい、ね、ラジオはね、だんだんこう見逃し配信があると思ってね、ちょっと、なんていうの、油断してるね。非常に良くない。ちゃんとやります。そうね、やっぱまあ消化するのって辛いよ。内臓を動
かしてね、食べ物を消化するっていう行為はね、これね、あんまり好きではないね。辛い、苦しいもん。なんかあの明日のジョーじゃないけどさ、あのいたじゃん、朝鮮かなんかのなんかボクサーが出てきて、名前忘れちゃった、あの子がいつもジョーに言うんだよね、おい満腹ボクサーっつって、私それなんかたまに自分に聞こえます、満腹ダンサーっつって。いいなぁ、このエイミーの格好かっこいい。というわけで、特段今日も語ることはないんですけど、皆さんお元気で過ごしていただけたら幸いでございます。というわけで皆さん、では